さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。さて今回はこちらです。はい、これ私が普段持ち歩いている白杖です。というわけで今日は視覚障害関連のお話をしてみたいかなと思います。今日のテーマなんですけども、私が自分の障害を認識した年齢というテーマでお話をしてみたいかなと思います。改めまして、私は生まれつきの視覚障害者、近くのものが見える程度の弱視です。そして私は3年ほど前にですね、トランスジェンダーであることをカミングアウトしています。というわけで私はいつも動画の中ではこの2つを、メインに様々なお話をしているんですね。で、まあ、たくさんの方がご覧いただいていると思うんですけども、今私は、カメラの前に立って、白杖を今手に持っている状態です。そして、服装ですけど今は、茶色いスカートを履いて、カメラの前でおしゃべりをしているという感じになります。もしかしたら全盲の方もねご覧いただいているかもしれませんのでね、こんな感じでちょっと今日は私の今撮影している様子をね、簡単にご紹介させていただきましたけども、今日は視覚障害に関するお話をしてみたいかなと思います。で、まあ、私がこう障害を、認識した年齢というテーマにしてみたんですけども、まあ、結論から言うとですね、私が自分自身が目が不自由だっていうのを分かるようになったのは、年齢で言うと、10歳でした。小学4年生ですね。で、私は先天性なんですね。なので生まれつきの弱視ということで、生まれてから今までずっと視力は、まあ、ちょっとね、視力が悪くなって、聞き目が逆になったっていうのが高校時代にあったんですけども、それ以外はですね、まあ、良くもなく悪くもなく、で私はもちろん眼科にもねたくさん行ったんですけども、こう眼鏡とかが合わなくてですね、で、まあ、特にこう進行する病気でもないので良くなることはないけど、まあ、悪くなることもないだろうということで、まあおそらく私の視力は一生このままなのかなって思います。ちなみに数字で言うと左目も右目も 0.01 とか 0.02 という感じです。なので景色とかはねなんとなくは分かるんですけども、本当にこう近づけないと分からないものとかが多いんですね。ですので日頃はスマホを使って拡大アプリを使ってこう縮小拡大とか、あとは写真のアプリで写真を撮って拡大してこう周りの風景とか、周りにあるものとかをね見たりとかしているんですよね。でもスマホがなかった時代はこう単眼鏡を使ったりルーペ使ったりとか、拡大読書機っていう道具もねありました。いろんな道具を駆使して、まあ、なんとかねこう目の代わりになるようなものでものを見ていたんですけども、私がこう盲学校に転校したのが小学4年その10歳の時だったんですね。でそれまで小学の低学年の時代は、地元の公立の小学校に通学をしていました。で、まあ、過去の動画でもお話ししているんですけど、私はこう小学校低学年だった頃にですね、目が不自由なことをやっぱり理由にたくさんいじめを経験していてですね、不登校にもなりましたし、このいじめが原因で私交通事故に遭ったこともあるんですね。なのでこう小学生の低学年の頃すごくこう、まあ、辛いような経験がたくさんあったんですけども、まあ、私がこう目が不自由だからいじめられるとかっていうのも小学生の低学年なので、まだ私自身もいまいちこう理解ができなかったんですね。目が見える見えないどういうこととか、周りの人と自分の見え方って同じなんじゃないのかなとか思ったんですけども、まあ、周りのこう友達からなんで目の色が違うのとかってちゃんと目見えてるのとかってこう言われるわけですよね。なんで私だけがこうやってそういうふうに言われなくちゃいけないのかなってすごくまあ苦しい時代でした。でもそれがこう私が障害者だからっていうのはまだ分からなかったんですよね。なので分からないままこう高学年4年生になって県立の盲学校に転校したわけで、目の不自由な人の学校に行ったっていうのもまだよく分かってなかったんですね。で盲学校に転校してから徐々に自分のこう立場というか生まれつきの視覚障害者で弱視だっていう、で視力がすごく弱い低い目が見にくい人なんだっていうのをこう盲学校に転校してから知るようになりました。で、まあ、そしてこう障害者手帳
使うようになって、で電車で通学するようになったりとかして、改めてですね、こう健常者、晴眼者ですね、晴眼者の方とこう視覚障害者の方、私はこう視覚障害者のグループに入ってるんだなっていうのを、認識したのが、この盲学校に転校した、時、小学4年生10歳の時でしたね。まあ当時はこう認識はできても、まだどこかねよく分かってない部分とかもあったので、ショックっていうのはまだ分からなかったですね。ただこう公立の小学校からこう周りが目が不自由な人だけの学校っていうことになって、環境が大きく変わったので、こう目が不自由だっていうのが理由のいじめっていうところからは、まあ逃れることができました。まあ盲学校は盲学校でまた別の問題がいろいろあったんですけどね。まあでもやっぱり周りの人が同じ目が不自由な人同士っていうことで、まあお互いの気持ちをね分かり合えるっていう環境になって、私は小4から高3まで9年間ね県立の盲学校でまあ過ごしていたわけなんですけども、まあ転校してこう障害のこともねいろいろ知ることができて、で卒業した後もですね、こうやっぱり自分のこう情報発信ということで、今こう YouTube やってますけど、かつてはブログで何かねこう障害者のことを、なんか私が感じてることをねお伝えできたらいいなと思って、こうブログの記事にしてみたりとか、あとは Twitter、 今は X ですけど、たまに X とかでこう障害者のことをつぶやいてみたりとかして、なんか少しでもこう理解が深まっていただけたら嬉しいななんてね思っています。ということで、今私こう YouTube でもね情報発信ができるようになったので、こういった関係のお話とか、あとは LGBT のこととか、それ以外のこともたくさんこういろいろ動画作っていますので、再生リストにもまとめてありますので、過去の動画もねよかったら見ていただけたら嬉しいなと思っております。はい、というわけで、今日はですね、私が視覚障害者として、自分自身の障害を認識した年齢について、お話しさせていただきました。はい、というわけで、今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。それではバイバイ。各種 X アカウントのご案内です。日々のつぶやきをしているメインアカウント以外に、鉄道関連アカウント、動画 PR アカウント、さらに猫ちゃん関連の動画を取り扱っている私の姉のアカウントもあります。フォローよろしくお願いします。私の姉ふみっこが TikTok と YouTube を始めました。猫ちゃん関連の動画盛りだくさんです。ぜひアクセスしてみてください。